どうも皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今日もね、モジャ君とベトナムにいるホーチミンで、このガズのわがままウクレレなんだったり、この今これ新開発のやつとかいろいろやってる、G ラボ工房より、中継をつないでお伝えしようと思います。どうも、こんにちは、モジャ君。こんにちは。暑いですか？暑いです。暑くなってきました。だよね。はい。以前もちょっと前にお知らせした、新たなガズモデル、ガズのわがままウクレレの、ちょっと進捗状況をちょっと確認したいなと思って、今日、みんなにもシェアしようと思ってるんですけど、この流れはですね、今、ガズのわがままウクレレって、これ、いつもね、皆さんにご紹介して、これでいつも、ガズレレ YouTube、ほとんどっていうか、もう全部これで撮ってるんですけど、これのラインの他に、今、セミオーダーっていうシステムが、始まってて、結構ご依頼いただいてて、ものすごい出来がいいって話を、実際ほら、セミオーダーの、受け付けても、僕は直接触ってないんですよ。結局、もじゃくんがね、仕上げたものを、そのまま一刻も早くお客さんのところに届けてるわけですから、でも、もうものすごい大好評で、いいな、つって、僕も欲しいな、みたいな感じで、ガズのモデルも、そのセミオーダーっぽく、かっぽい感じで、僕の本当に、それはちょっとセミオーダーとは違うんだけど、こだわって、ガズならではの、一本、ガズモデルを今作ってるってことなんですけど、ちょっともう早速だけれども、どんな感じが見れる？今、塗装中なんですおお、けかっこど、いい。すごい、あれ、なんかすごい、もう艶が出てるね、この間の状態より。まだまだここからまた磨いて、ねえ、すごい。で、また塗装してを繰り返していきますね。なるほど。そのヘッドのところは、それも何？今どうなってるの？その G マーク、これから入るジンマーク、いや、入ってるんですけど、の？あ、ちょっなとるこほど。のバースト加減で、ちょっとやっぱみりたい弱に、なっちょてっきとて。うっすら見える程度ってことになっちゃってるんだな。そうなんですね。これ色がさ、最初はレモンドロップスにしようっていう話してたんですけど、レスポールっぽいね。レモンドロップスってちょっと黄色い蜂蜜みたいな感じにしようと思ってたんですけど、なんかいろいろ話してるうちに、ブラウンサンバーストもいいんじゃねえかってなってきて、結果今ブラウンサンバーストのカラーになってんだよね。そうですね。その白いバインディングがすごい映えるね。そうですね。やっぱ、このサンバース、ブラウンサンバーストだと特に映えますね。いいね。つまり、やっぱレスポールをちょっとイメージしてるということで、すごいじゃん。やっぱ木目もすごく、際立つね。なるほそうですど。ね。いい感じでいい。す。なんか、ヴィンテージ感があります。確かに。まだ新しいのに。それはそのベトナムの塗装職、ベトナムの塗装職人さんが、何回かこう塗り分けてくれてるってことなんですよね。そうです。いいサンな。バースト。早く弾いてみたい。めっちゃ楽しみ。おー、ツヤがすごいね。それで、早くガズレレ YouTube でちょっと披露したいな。ブリッジがつくと、まあ、こんなイメージなそっんかそっかそっか。で。ああ、いつものその形ね。そうですいいですね。ね。いいですね。なんかそうやって見ると、なんか人の顔みたいな唇に見えるな、それが。で、この間も説明したんだけど、このウクレレの面白いとこは、今ちょっとね、マスキングテープで隠れてるけど、7フレット仕様なんだよね。7そフうです。レット7仕フレット様仕様。なのに、カッタウェイが入ってるっていまあ、この辺が持ちやすい。持ちやすい。本当はね、そこを弾きやすくするための、あれだけど、デザインとしてね。いやー、いいね。なんかその後、もじゃくんの方からなんか、お話ありますか？そのウクレレに関して。そうですね。これに関して、まあ、僕の、まあ、意見として、これを作ってる間に、薄れれのサンプルが完成したりっていうのこがれが良あっかったよて、ね、今回。これ、もじゃくん力作だって言って、僕受け取ったんだけそうです、ど、これやばかったよ。このウクレレ。そうです。そうです。実はそれ、ベトナムサンプル用って言って、採寸用でもう一本作ってるんですけど、なるほど。実はそっちの方がなるんですよ。そうなんだ。これがいいの？それはすごい。材料が悪いんで、そっちをいい方に送ったんですけど。見た目っていうか、その材料で見るとってことなんだ。そうです。これってその構造も、要は一から作り直したってこと、中も？全体の重さっていうバランス、すごい軽いんだよね、今回ね。そのバランスを
まあ、だいぶ工夫して、うんうん、できるだけ軽くして、でこの結構あの、まあ、経験値でこういうベトナムで作っていく中で相対的に軽い方があのなるっていう、まあ、軽すぎてもダメなんですけど、あ、なるほど、一定の範囲だと良くなるっていうことがちょっと分かってきたもんで、うん、それを意識してすごいですよ、びっくりしちゃったでその、まあ、これが今ここまで来てるで、まあ、これも当然このまま完成するんですけどちょっと僕個人として薄レレでのガズモデルっていうのをもう一種類チャレンジ。やったー、それ、僕もね、それ、それやりたいって言って、やろうってなってんだよね。それはね、すごく楽しみ。で、しかも、ちょっと、はい、全く同じの作っても意味ないもんね。やっぱ薄レレで、うん。で、まあ、今回初めて、まあ、世に、まあ、公開するんですけど、こちらはコンサートモデルの3下っなんですよ。そっか。プランと比べると、うんうんうん、まあちょっと分かりづらいんですけど。はいはい。まあまあ分かる分かる。大きさ全然違うね。うん。その、はい、コンサートモデルの薄レレの、今それサンプルなんですよね。そうです。で、このコンサートモデルの薄レレをベースとした、新しいガズモデルっていうのを、うんうんうん、すごいな。まあチャレンジしてみたいと。いやー、やりましょう。とりあえずちょっとね、作ってみてすごく良ければね。あの進めていきたいなっていうふうに、うん、あのこのガズモデルの進捗もまたこんな感じで定期的にやっていこうと思うんだけど、そのまあよろしくお願いします。そっちは本当、あの今度の薄レレのコンサートのやつもちょっとね、どんな感じにしようか、またちょっとね、あのこういうところでまあ皆さんシェアしていこうと思うんだけど、あの他のその他のウクレレはもうあのなんというか予定通り順調に進んでますか？予定通り進んでます。あ、おかげさまで。まあ予定通りというか、まあこの期はそのまあ遅れて、まあ、お客様に話をしてるのを聞いて、そのまま言ってちょっとね、遅れちゃってて、いろんな、まあ、ちょっと問題があって、ちょっと遅れちゃったっていうことを皆さんにちょっとね、ご連絡差し上げてるんですけど、はい、その予定では、通りには一応なってるということで、はい、まあ、本当にちょっと、はい、お待たせしちゃって、もう本当そこだけは申し訳ないって感じなんですけど、まあ、いろんな、こう、社会情勢とかもやっぱあってですね、なかなか流通もね、はい、うまく回らないんでね、やっぱその中で、できる限りのことを、まあ、やっていこうということでございます。やっぱり出てくるさ、上がってくるウクレレも、やっぱみんな、やっぱ素晴らしいんでね、もう本当期待してます。ありがとうございます。はい。まあまあ、じゃあ、ひとまずね、またこれ、定期的にね、この、動画シェアはまたやっていこうと思ってるんで、またちょっと進捗状況分かったら、また、セッションしていきましょう。トークセッションで。はい。今度工場見学とかもいいかも。なるほど。まあ、ちょっと工場の雰囲気とかも今度ね、見てみたいんで、なんかそんなこともできそうな風だったら、ちょっと。そうですね。はい。お願いしようかな、とか思ったりします。はい。はい。まあ、暑いんだろうから、もう水分とか、まあ、取っていただいて、休憩にしてね。はい、スタッフの皆さんにもよろしくお伝えください。はい、Gラボ、はい、ナムショーにね、出ないといけないからね。そう、はい、ね、いやいや、もう面白い楽曲をこう生み出して、いきましょう。はい、はい、頑張ります。ありがとうございました。じゃあ、バイバーイ。今日お知らせがあります。先ほどもちょっと言ったんですけど、幻冬舎大学とガズレレコラボ企画でオンラインレッスン、募集開始になりました。詳しくはですね、幻冬舎大学さんの、幻冬舎大学ホームページでご案内があるんですけど、もうぜひこれちょっとチェックだけでもしてみてください。概要欄にも貼っておきますんで、ぜひお願いします。そして皆さん、新しいガズレレの本が出版されます。ガズレシピ。これね、ガズレシピってガズレレでリリースしてたアプリがあったじゃないですか。その中で、表示されてた楽譜が、そのまま本になりました。ちょっとこれね、もうめちゃくちゃいいです。もう80曲ぐらい曲数入ってて、かっこいいバージョンと簡単バージョン、両方書いてある楽譜なんで、すごい大活用できると思います。アプリを使っている方は中身一緒ですね。ちょっとご確認いただきたいんです。先ほどもお伝えしたんですけど、ガズクラブとガズレレ大学、この2つ結構盛り上がっております。ガズクラブはもうみんなでワイワイやって楽譜をダウンロードできて、こう一個の街みたいなイメージ。ガズレレ大学は本当ちょっといろんなリズムとか基礎トレーニングとか本当にお勉強です。この2つのことも概要欄に貼ってますんでお願いします。あとね、ガズレレでね、アプリがあったりするんですよ。ガズレシピです。ガズレシピで楽譜を見られる、これもねすごく面白いことになってます。もう他にもいろいろあるんですよ。ここにね、いつもつけてるこの水引きだとか、このストラップ、キャップだとか T シャツとか、山ほどね、いろんなグッズがあるんでね、ホームページぜひ見ていただきたいんですよ。あとそれとね、これです。はい、
ドーン、立東ミュージック社から出てるこのね、信号機みたいな赤、青、黄色みたいなこのね、このね、楽譜本がものすごい大ヒットで、もうそろそろ10万部いくぞということで、これなんでね、まあいいかというと、これめちゃくちゃ簡単でわかりやすいですね。しかも100曲入り、100曲入り、50曲入りというね、はい、すごい山盛りでございます。こういうのもご活用していただいて、皆さんのね、楽しい豊かなミュージックライブ、もうさらにね、輝かしていきましょう。さあ、これからもガズレレ YouTube チャンネル、ぜひともよろしくお願いいたします。今日は見てくださってありがとうございます。さよなら。